駅名標丸の内停留場は、富山県富山市丸の内一丁目にある、富山地方鉄道富山軌道線の停留場。駅番号は C18。平用軌道に設置されており、東停留場付近で、軌道は大きくカーブしている。東停留場で大学前停留場方面から、環状線電車に乗り換える際には、降車する際に料金を支払って、乗り継ぎ券を受け取り、 環状線電車に乗り換える。環状線電車から大学前停留場方面に乗り換える際も、同様に乗り継ぎ券を受け取って、後続の2系統の電車に乗り継ぐ。相対式ホーム2面2線の地上駅。ホームは相対式配置。富山都心線開業に伴い、ホームが富山駅前側に移設されて、上屋が設けられた。ただし、 南戸山駅前方面の新ホームは、開業時点では使っておらず、交差点を曲がる、手前の旧来のホームを継続して使っていた。AB 今尾圭介、日本鉄道旅行地図庁六号北新越、全線、全駅、全廃線新庁舎、2008年、36ページ。ISBN 978から41億790万241。 1920年2月11日付、大阪朝日新聞北陸版1942年12月7日、起動上と許可、起動上と観光1942年12月21日、富山地方鉄道、富山地方鉄道50年史富山地方鉄道、1983年364ページ、富山地方鉄道、 写真で綴る富山地方鉄道50年の歩み、富山地方鉄道、1979年、175ページ。富山地方鉄道、富山地方鉄道50年史、富山地方鉄道、1983年、378ページ。富山地方鉄道、写真で綴る富山地方鉄道50年の歩み、富山地方鉄道、1979年。 176ページ。富山地方鉄道。写真で綴る富山地方鉄道50年の歩み。富山地方鉄道。1979年。177ページ。ありがとうございます。